こんにちは、こんばんは、ボスコンくんちゃんのパパです。今日の動画は、なんと渡辺家の家宝。家宝って言ってもね、そんなね、大したもんではございませんが、まあね、いろんなね、渡辺家にはね、実家にはいろいろ昔からね、大事にされてきたものがあります。まあね、何かとはね、まあ具体的には言いませんが、いろんなものがあるんですが、今日はね、餅つきの臼。それもね、数百年前のものです。数百年前のね、餅つきの臼をね、まあ持って帰ってきて、ボスコンくんちゃんのね、水飲み場にしたいなと思います。多分ね、おじいちゃん、ひいおじいちゃんね、天国でね、怒ってるかもしれませんが、まあボスコンくんちゃんがね、それで水を飲めたらね、多分嬉しいんじゃないかなと思い、持ってくることにしました。で、まあね、今見てもらってるのは朝一のボスコンなんですが、もうね、ボス君、キッチンにいたり、冷蔵庫の前にいたりね、ゴミ箱の前にいたりと、もう朝からね、もう悪いこといっぱいするわ、もうボス君、ほんまにもう。クイーンちゃんは大丈夫です。クイーンちゃんはね、キッチン登ったりしません。悪いことしません。ゴミね、頭突っ込んだりしませんが、食いしん坊のボス君にとって、キッチンという場所はどういうところか、もう神様のようなね、存在です。見てください、もうこれ。危ないものは届かないところに置いていますが、ボスコンくんちゃんサイズになるとね、どこに置いても届きます。もうね、キッチンには普段行かないようにしておりますのでね、安心してください。大丈夫ですが、もうどこでも届きます。あとね、生活感溢れていてね、もう申し訳ございません。よくね、YouTube 見ているとね、綺麗にね、キッチン掃除してね、部屋も綺麗にして撮影されてるかと思いますが、これがね、リアルなね、ボスコンくんちゃんのお家ですので、まあね、隠さず、もうありのままね、撮影しておりますので、これからもよろしくお願いします。ということでね、まあこんな感じでね、ボスコンくんちゃん撮影してね、本当はね、実家に嘘を取りに行く前にね、川遊びに行こうと思っていたんで、クインちゃんにはね、スパイクチェーンつけております。人がいたらね、まあスパイクチェーンの方がね、クインちゃんこっちだよとね、扱いやすいということで、スパイクチェーンつけているんですが、川遊びに行ったらもう人が多すぎてね、川遊びどころじゃなかったので、密にね、なりたくないのでね、もう川遊びはやめました。川遊びをやめて、実家に行って、茶太郎くんと遊んで、またそこでもハプニング。ボスくんがね、実家の中走りまくって、勝手にね、ボスくんドア開けちゃいます。やっぱりね、体が大きい、体重重たいということで、ドアのね、スライドも楽勝。なので、家の中走ってね、もうパニックになって、そっからね、またね、もう、茶太郎くんと、もう、ワイワイやってね、もう、とにかくね、もう大変な一日でした。あとはね、臼運ぶときも重たい。もうね、数百キロあるので、多分ね、200キロ近くあるのかなと思います。それをね、4人で持つんですが、2人で持った兄弟がね、ひっくり返って、また面白いのでね、動画にしてますので、よかったら最後までご視聴ください。ということでね、まあ、ボスコンくんちゃん、車に乗っているときはこんな感じ。まあね、賢い方だと思います。特にね、悪いことすることもなく、外を見てね、ボスコンくんちゃん、かわいい。ちなみに、エアコンつけております。やっぱりね、ボス君ね、暑がりなんで、冬はね、窓を開けて暖房つけません。暖房つけるとね、暑くてボス君ね、耐えられませんので、冬は窓を開けて、夏はね、エアコンつけてとね、もうかなりもう、ボス君ですが、そんなボス君くんちゃん、実家に着きました。茶太郎くんのところに来て、早く開けてよと。茶太郎くんもね、何しに来たん、遊びに来たんと、早く遊ぼうよと、開けてちょうだいと。もうかわいい。さあ、開けたらどうなるのかと言いますと、走ってなんで家の裏行くのと、もう、もうね、なんちゅう動画やねんと思うかもしれませんが、これがね、リアルです。撮影も下手くそですが、まあね、これがね、我が家のリアル。クインちゃん、茶太郎くん、ボス君、一生懸命走っていっぱい遊んでおります。まあこんな感じでね、まあ、もう、なんというか、パパトークもめちゃめちゃ、動画もめちゃめちゃですが、ここらでね、一回ね、ワンワンクイズしときたいなと思います。じゃあいきなりですが、ワンワンクイズ第95回目。犬猿の仲は本当ということで、犬猿の仲は本当ですかということです。1番、小さい頃だけ仲が悪い。2番、嘘。3番、本当ということで、犬猿の仲は本当か。
嘘か小さい頃だけ仲が悪いのかということなんですが、もうこれはね、ボスコンくんちゃんね、見てもらったら分かるんですが、茶太郎くんも我が家にはね、ニホンザル、今実家映ってるんですが、ニホンザルのねモッチがちらほや映ってるかと思います。まあね、ニホンザル飼っているので、これはねもう分かる方は分かるかなと思います。じゃあ行きますよ。じゃ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 ん、正解は本当ということでね、まあ犬とね猿、仲が悪いです。犬と猿は仲が悪い。でもね、例外があります。我が家にいるね日本猿のモッチはね、小さい頃ね我が家にやってきました。小さい頃からね、家族で迎えてね、その間バーニーズだったりね、シェパードだったり、いろんなねワンちゃんたちと過ごしてきて、まあボスコンクインちゃんもね後から来たんですが、決してね仲が悪いことないです。普通にね、なんというか、そんなにキキキキウ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 キ言うわけでもなく、ワンワン言うわけでもなくね、普通に、まあ、生活できるような感じなんで、まあ、例外はあるそうですが、基本ね、猿とね犬は仲が悪いそうですが、まあね、これは何とも言えません。ちなみに右の方にね檻があります。そこにね、モッチがいますので、我が家の場合はね特にね、今ねちょっと檻映ってるかと思いますが、あのね中に日本猿のモッチがいますので、まあこれに関してはね、我が家は何とも言えないかなと思います。ということでね、もうね、今日一日ね、パパヘトヘト、あっち行ったりこっち行ったりね、物運んだりしたのでヘトヘトなんで、パパトークもほんとめちゃくちゃ、ちなみに今映っているのは兄弟です。兄弟が映ってね、クインちゃんにまたがってね、触っておりますが、やっぱりね、日に日に大きくなってるそうです。僕の家族もね、クインちゃん見て、またでかなったと言っておられました。ちなみにボス君家の中走ってね、どこに行ってるのかと言いますとね、もう兄弟に捕まってね、裏からね勝手口の方から、ドマに、ドマからこっちへね、追い出されたそうです。こうやってボス君どこにいんのと、ボス君走ってきました。えらい喜んでいます。家の中入れたぜベイベイと。さあこちらがねメインの動画なんですが、今高圧洗浄でね嘘をきれいにしております。これがまた重たい。まあね、実家で持ってきたのはパパです。パパがね一人で運んだんですが、その頃というのはね頑張って毎日筋トレをして、筋肉もりもり、俵運びでもね1位を取ったぐらいのね、筋肉もりもりでしたが、今はもう筋トレしなくなってからもうね、ぽっちゃり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 、もう92キロ、もう日に日に体重が増えていく。週1のペースでね体重が増えていくのでね、100キロももう近いかなと思いますが、100キロならないようにね頑張りたいなと思います。今からこの嘘をね、実家からパパのお家にね、頑張って運びたいんですが、まあね以前はねハイエースに乗せてね、持ってきたんですが、今回はね見てください、今ぐっちゃんが映っております。トレーラーに乗せてね運びたいなと思っております。頑張ってねラッシングして、我が家についてラッシング外して、さあ運ぶぞ。一回ねぐっちゃんとね兄弟がね、一回二人で持ってみてと、持てるわけないやろと、まあ一回やってみてよと、見てください。ちなみに左が兄弟、右がぐっちゃんですが、見てください。もうこれもう無理とね、本当に重たい。もうねめちゃくちゃ重たい。成人男性ね4人でね頑張って持って上がりました。でまあボスコンクインちゃんにね水飲みようとしてね、こちら持ってきたんですが、なぜこれをね、水飲みにしようかなと思ったかというと、今まではねバケツを使っていました。まあバケツの方がね水変えるのも楽なんですが、やっぱりね大事な家宝を放っておくのはもったいないということで、水飲み場にすることにしました。あとはね高さがあるので、ボスコンクインちゃんねかなり飲みやすい。まあ、小型犬とかね中型犬はねちょっとね、飲めない高さなんですが、ボスコンクインちゃんだとねちょうど飲みやすくていい感じかなと。ご飯を食べるときにねフードスタンド使うような感じで、水もね、こうやって使っております。まあ、この牛はね小さい頃、パパが小さい頃ね、毎年餅をついたりとか、またね僕の親が小さい頃からずっと会って、またおじいちゃんおばあちゃんがね小さい頃から会ってとね、まあ、今ではなかなか見かけないね、薄ではございますが、物自体はねいいものでございます。ボスコンクインちゃんにね、これからこれをね水飲んでほしいなと思います。でクインちゃん水飲んでよと言うてるんですが、
まあ飲まない、なかなか飲んでくれない、ちょっとペロッとするけどやっぱり嫌だ、やっぱね最初はねなかなか慣れるまで、飲まないんですが、まあねこうやって疲れてくるとね、これが水飲み場なんだと、分かってくれましたという動画です。長々とね、動画もあっち行ったりこっち行ったり、パパトークもあっち行ったりこっち行ったりもね、めちゃくちゃな動画ですが、これがリアルなね、渡辺家です。いつも見てくださりありがとうございます。じゃあね、もしねいいねと思った方はいいね、コメント、チャンネル登録、またインスタグラム、 TikTok で渡辺ボスと検索していただけたらボスコンくんちゃん出てきますのでよろしくお願いします。じゃあね、今日も一日お疲れ様でした。